こんにちは。今日は、この試合で良かったこととダメだったことを言ってください。今日は、ディフェンスはちょっとできたし、若干動いてたし、若干、内容的にも良かったです。悪かった点はもうちょっと仕掛けた方が、まあ、牛乳ぶっかけるできるよ、もっと。今日良かったことと悪かったことは何ですか？今日悪かったことは、まあ試合に出れなかったことで、良かったところは、まあみんなを声ちゃんと声を出して応援できたことです。ありがとうございました。次よろしく。差し入れです。あ、これあげる。あ、選ぶなよ、選ぶな。うちが出した。そんなもんですよね、スポーツだから。あ、やっぱいいや、こっちは最後。まだ中入ってるかも。翔太さん、どいいですか？まあ、ちょっと待って。いるよ。じゃあちょっと一回行こうか。おせーの。てっさんさん、いいですか？何が？いいんです。で、今日の試合で良かったこととい、言ってることわかりません。今日の試合で良かったことと悪かったことを言ってください。悪かったことは判断が悪かったことです。東京リーグね、分かった。今誰と誰？ソータとコウシロ。で、良かったところは、まあ、裏へソータからもうこうやって声を出したことです。はい、ありがとうございます。2人だけ東京リーグに行ってらっしゃい。さよなら。山田さん、いいですか？山田君は全然らしいです。うわのよ。新田さん、いいですか？残りの明日5年生全員来れんだろうな、大丈夫？今日試合で良かったと、良かったこととダメだったことを言ってください。良かったところは、ゴールが、悪かったところがゴールがあまり決まらなかったところですけど、良かったところは、あんこ、あとなんかくたび、バイバイ。パスとかが結構通ったし、声も出せてたから、そこのところは良かったと思います。ありがとうございます。見てもしょうがないから牛乳とか置いてジャックパーの試合見てこい。ジャックパー、やっぱいいや。もう見てもいいけど、ベンチ裏じゃなくて、これ2人この穴、いいですか？いいですか？じゃあ後で住んでから行けよ。いいですか？いいですか？あー、この試合で良かったことと悪かったことを言ってください。どうぞ。良かったところはね、帰りの電車でもらう1試合目より声を出したことです。みんなどこ行った？悪かったところは、特になしです。はい、よくできました。良かったことと悪かったことを言ってください。良かったことはいっぱいヘディングできたことです。はい、うまい。他にないんですか？じゃあ悪かったこと、ボールをあんまりどこ行ったの、触れなかったことです。稲田さん、インタビューいいですか？はい。良かったこと、悪かったことを言ってください。良かったことはあんまりなくて、でも、まあ、悪かったというのが多かったです。さよなら。 See you。 インタビューいいですか？良かったところと悪かったところ、この試合で良かったところと悪かったことを言ってください。良かったことは声を出せたことで、いっぱいいつも以上に、悪かったことはありません。ないの？梅ちゃん、ごめん、あれみんな見に行ってるか、見に行ってきてみる。
行ってるよ、サンキューね。何を見に行ってるの？しわしわ